ハンモックチェア、1965ポールケアホルムは、デンマークの家具デザイナー。インターナショナルスタイルの影響を受けた、シャープで直線的な作品で知られる。デンマークのオスターブローに一難、第三種として生まれた。1936年、7歳の時に家族と共に、ヤーイングに移住。当初は画家を目指していたが、祖父の勧めにより同じヤーイングに住む、家具職人。 グロンレックの下に弟子入りする。1948年に修行を終え、1950年から1952年にかけて、ハンス・ジェウェグナーの事務所に勤務。同時期に、コッペンハーゲン工芸学校の夜間コースへ通い、家具デザインを学ぶ。1952年、コッペンハーゲン工芸学校を卒業。フリッツ・ハンセン社に入社し、1953年まで勤務する。 1952年から1956年にかけてコッペンハーゲン工芸学校や館コースの講師を務める。1953年、同郷の建築家、ハンナダムと結婚。1955年、コッペンハーゲン王立美術アカデミーで教弁を取る。その間も、エリック・ヘアロー、パレス・ユエンソンの事務所に勤務し実務と教育の両立を図った。 ハンス・ J ・ウェイグナーの事務所に勤務していた時に知域を得た、コル・クリステンセン社の創業者イーコル・クリステンセンと、家具の製造、販売において共働き、1955年に PK-22 を発売する。PK-22 は、金属製の足部分の上にかは、富士の座面が乗った椅子で、ミース・ファンデルローへのバルセロナチアからの強い影響が、うかがえる椅子である。 1956年イーコル・クリステンセンの紹介でラングステッドに自定建設のための土地を取得。自定は妻のハンナ設計によるものでケアホルムは自定のための家具のデザインを始める。こうして製作されたのが PK-38、PK-54、PK-9、PK-1 PK PK など10種類の家具である。1960年 第12回ミラノトリエンナーレにおいて、デンマークパビリオンの展示デザインを担当。1976年から1980年にかけて、コッペンハーゲン王立美術アカデミー学長に就任。1980年に肺がんにより死去。51歳。ありがとうございます。